そして何よりも心が痛むのは子どもたちのこの虐待がここに来てまた事件が続いています。子どもが餓死したり、そして叩かれたり蹴られたりして体中が傷だらけになって命を落とす子ども、そういう痛ましい事件が続いてるじゃないですか。一体どうしてこんなことが起きるのか、本当に悲しい悔しい思いでいっぱいです。でもまずは子育ては親が責任持ってやるんだよ、みんな頑張ってるしみんな苦しいけども頑張るんだよ、大切なのは家族の絆を深めて親が子供をしっかり責任持って育てていくんだという、そういう当たり前のことをみんなでもっと意識を高めていく必要があるんじゃないですか。子供手当は全く逆行しちゃってますよ。そしてさらに悔しいのは、あの子供さんは突然ある日一晩で亡くならないんです。もう何ヶ月にもわたって継続的に虐待を受けて結果として命を落としてるんです。ならばどうして途中で誰か助けてあげられなかったのか、誰かが手を差し伸べることができなかったのか、これは民主党だとは自民党だとか関係なく行政としてさらにもっと厳しくこの虐待の問題を監視をして、そして実効的な手段を作らなければいけない、そういうことを私たちはやっていかなければいけないんじゃないかと。私も幼稚園の園長としてたくさんの子供を預かり育てております。だからうちの幼稚園である限りは少しでもその兆しが見えた場合にはすぐに行政に連絡をして自宅に行かして、そしてこの子供の様子が変わらなければ私は直接親に連絡をしてもう一回子供を殴ったらもうあなたと子供は引き離させてもらいますと、強制措置を取らせてもらいますよ、そこまで言って必死で食い止めようと。自分もやった経験があります。もちろん全てが行き届いているわけではないかもしれませんけども、とにかくこの法律だ制度だと言ってるよりも前に人間関係をしっかりと密にして、そして家族や地域社会っていうものをきちんと作っていかないと、かわいそうな子どもや困った人を助けることができない。政治や行政のせいにして自分たちは無関心を装っている限りこの国は安心してそして良い社会、住みやすい社会になるわけがありません。だからその意味でも地域の絆や国としての一体性、そして家族というものを大事にしなければいけないのに、民主党は夫婦別姓法案というのを出そうとしているじゃないですか。これ、一見聞こえないよく、それぞれの、いろんな状況があるから姓を別々の姓を名乗りたい人は選択できるんだと、こういうふうに言ってます。でも皆さん選択できない人もいるんですよ。それはその夫婦のもとに生まれた子供は自分の父親と母親がどういう姓を名乗るか選択できないんですよ。親の都合でお父さんとお母さんが姓を別々にするとしてもそれを子供は選択できないんです。それがいいか悪いかって、どっちの姓に行くかもこれも選択できないんです。子供の意思を全く無視して親だけが都合でもって生命を変えること、家族としての絆がますます弱まってしまうと思いませんか。私はこの夫婦選択的夫婦別姓法案、これも絶対的反対でございます。どうもありがとうございます。そういうことも周り巡っていくと結局この地域の絆、ありがとう、何に違うでもね、ありがとう。実は社会の問題も根っこのところに法律をどうするかってことも関わってくるということなんです。ぜひ皆さん、私たちの国は基本は家族を大事にして地域を大切にして、そして国として歴史や伝統をしっかり身につけて、そしてみんなのために働こう、働いた人が報われる、そういう国にしていかなければいけない。自由民主党というのはそのために何をしたらいいかということを打ち出す、政策を打ち出すのが我々自民党の役割だと、このように思ってるんでございます。ですから民主党を批判するだけでなくって具体的にこの国をどうしていくか、それを自民党としてですねさらに具体的にこの提案できるように
私も党の中で一生懸命に動いていこうと、まあ、このように思っております。今日は雨の中、皆さんずっと聞いていただいている方もいらっしゃって本当にありがたい限りでございますけれども、今この国に必要なのは正しい政策をきちんと提示できる、そしてそれを実行できる能力を持った政党をしっかり作ることだと思う。